シグエンサは、スペインカスティーララマンチャ州、グアダラハーラ県のムニシピオ。県北部に位置し、県とグアダラハーラから73キロメートル離れている。イベリコ山系やセントラル山系に近接する。自治体の中で標高の低い場所でも、標高950メートル程度を有する。シグエンサから12キロメートル離れたオルナで、エナレス川が発する。ドゥルス川とサラド川は、 エナレス川の重要な支流である。農業と牧畜業が伝統的に行われてきたが、現在は多様化し、サービス業と観光業が多くを占めてきている。シグエンサは、かつてケルティベリア人のアレバ氏族の定住地セゴンティアがあった地である。現在、旧市街を意味するビリャビエ派は、現在のシグエンサ市街から、ハンリーグの場所にある。リウィウスは、 ケルティベリア人との加藤の戦いについての論争の中でこの街に触れた。ローマ帝国、西ゴート東国、ムーア人と数世紀の間に支配者は移り変わった。シグエンサシ教座の歴史は非常に古く589年に行われた第三回トレド公会議に代表を送っている。イスラム支配下でもキリスト教徒は信仰が保障され、シグエンサシ教座は絶えなかった。 しかし、後に、シグエンサから人口が流出し、打ち捨てられたらしい。カスティーリアをアルフォンソ6世がこの地域全体を征服した際、征服した都市の中にシグエンサの名が上がっていないからで、ある。再植民が行われた後の1123年頃、初代シグエンサ司教として、ベルナルドでセディラークが着任した。1140年3月10日、アルフォンソ7世は、 シグエンサ司教をシグエンサの封建領主とした。その後14世紀までシグエンサ司教は小規模な司教綱領を保持し続けた。シグエンサは第一次カスティーリャ継承戦争において重要な役割を演じた。1355年、ペドロ一世の王妃ブランカデボルボーンがシグエンサ城に遊兵された。1468年、ペドロゴンサーレスデメンドーサが シグエンサ指教となった。彼はイサベル一世の下で権威を誇った政治家であり、シグエンサ指教座をトレド大司教座と統合した。スペイン内戦ではフランコ側のグアルディアシビルが街の最も高い場所にある城を要塞化する一方で、共和軍が低い場所にある大聖堂を確保していた。ありがとうございます。